始ソチョウ。鳥ソチョウとは、原生鳥類の祖先と思われた生物に付けられた、日本での俗称。その多くは、アーケオプテリクス、学名、であるため、国内では同族を、始ソチョウ族とも翻訳する。本校では、始ソチョウとして、アーケオプテリクスについて記す。アーケオプテリクスは、ジュラギに生息し、特徴的な羽毛から世界で、初めて鳥類と、 いわゆる恐竜の関係を強く示唆された1800年代に発見された主要な化石において最も原生鳥類に近いとされ歴史的に重要な生物である。現在では否定されている。詳しくは後日、アーケオプテリクス化石として算出しているものは全て一種に属するとされることが多かったが、後日のようにいくつかの種に分けるべきだという意見も大きくなってきている。 アーケオプテリクスの最初の化石は1860年、ドイツのバイエルン州、ゾルンホーフェン地域のジュラ紀後期、キンメリジアン、1億4600万年から1億4100万年、前の地層から発見された。この地は古生物の化石の名産地として有名であり、アーケオプテリクス以外にも、この地でしか発見されていない、多数の化石種がある。なお、首相名のリシグラフカは、 ゾルン方辺ガリトグラフ、石版画に用いられる石材の名産地であることに由来する。アーケオプテリクスの大きさや外形はカササギに近く、前足に羽が並んで幅広で、曲線的な翼を形成し、後足は基部には羽を密生するが半ば以上はそれを、角。また全身に薄い羽が生えており、体長は長い尾も含めて、大きな標本で50センチメートル程度であり、 胴体部は、その半分程度である。標本によっては、さらに小さい、渦。これらの特徴は、原生の鳥類に似ているが、鋭い歯を備えた顎を持つ点、鍵爪のある三本の指を持つ点、そして長いビブに骨を持つ点などが、明らかに異なる。1862年、ダーウィンの種の起源の出版よりわずか2年の後には、アーケオプテリクスの完全な化石が記載された。 アーケオプテリクスの最初の骨格化石の発見後、初めて鳥類と恐竜類の類縁関係を主張したのは、ダーウィンのブルドッグ、番犬としても有名なトマス・ヘンリー・ハクスリーで、1860年代後半のことであった。しかしその後、多くの恐竜が発見され、その多様性が非常に大きいことが明らかになるにつれ、ハクスリーが指摘した類似点は曖昧になり、 さらに発見されたすべての恐竜について鎖骨が対化消失していることから恐竜という生物の共有形質として鎖骨の消失が共有認識となり鎖骨また骨を持つ鳥類が鎖骨の消失した恐竜類から進化したという説は支持者を失っていった多くの研究者は鳥類と獣脚類に類似があることを認めつつも鳥類の祖先は恐竜の祖先でもあるが まだ鎖骨を失っていない相場類、ティーコドントであり、類似は修練進化に過ぎないという意見が、その後100年近く主流となる。その現状を覆し、鳥類は獣脚類から進化したという説を蘇らせたのが、ジョン・オストロムであり、1973年のことであった。彼は、獣脚類にも鎖骨を持つ者がいること、すなわち、 恐竜の鎖骨はすべて消失していたわけではないことを明らかにし、獣脚類起源説の最大の障害を取り除いただけでなく、鳥類と小型獣脚類のみが共有する特徴を20以上も挙げた。鎖骨の有無という問題が消失した今、鳥類の特徴、また骨、羽毛、翼、部分的に保存されていた親指と恐竜類の特徴、長く突き出た虚骨、 歯漢中核の存在、座骨の閉鎖口を解き、尾の地道弓を兼ね備えるアーケオプテリクスは、この主張を裏付ける、決定だとなった。後の研究では、中国領寧省から、羽毛恐竜が発見されるなど、アーケオプテリクスと恐竜をつなぐ、さらなる証拠が見つかっている。また、この過程から、ジョージ・オルシェフスキーの BCF 理論が生まれているが、現在の主流の学説にはなっていない。 ただし、鳥類は、恐竜から進化したとする説には、アーケオプテリクスの化石、ジュラキ後期の約1億5000万年前年前,年前が、当時最古の羽毛を持つ恐竜の化石、白秋前後の1億2500万年前頃の中に、発見されていたよりも古いという問題が残されていた。それを解決する化石が2009年に発見された。中国東北部のジュラキ、後期、 一億六千百万年から一億五千百万年前の地層からトロードン類の化石が発見された。これは鋭い鍵詰爪を持ち全長約五十センチのトロードンと呼ばれる肉食恐竜の仲間である。羽毛を持った恐竜前後の足に風切り葉があるが、鳥類や白亜紀の羽毛恐竜の羽根の先端に向かって細くて左右非対称である羽根とは異なり、それは うちわのような左右対称形である。そのため、恐竜は最初に前後の足に原始的な羽を持ち、やがて前足の翼が発達して、飛翔能力を身につけ、鳥類に進化したと考えられた。アーケオプテリクスは、原生の鳥類の祖先に近い生物であるものの、直接の祖先ではないと考えられている。アーケオプテリクスが栄えた、 当時の鳥類にどれほどの多様性があったのかについては、今なお議論の余地がある。アーケオプテリクスの化石の注目すべき点は、よく発達した風切り葉のような羽にある。これはう軸に対して著しく、非対称で、原生鳥類の翼に見られる三部構造羽根枝、小羽根枝、羽根枝に生じる焦げ、小羽根、小羽根枝に生じる小突期体をとっている。お葉も、やや非対称型であり、 硬い配達を持つなど、やはり原生のものに類似している。親指部分は羽毛をまとっていなかったとされる。体毛に関する記述は少なく、保存状態の良いベルリン標本、ベルリンスペサモン、口日の研究がなされているのみである。従って、以下の記述は、必ずしもアーケオプテリクス全体に当てはまるもではない。一般化するには、複数標本の検討が必要である。 ベルリン標本では、脚部を大うまでズボンのような発達した羽毛が残っている。この羽は、基本的な大葉の構造をとっているが、部分的に分解が進んでいる。例えば、タイラムネ類のように小ハゼが失われいる、クリスチャンセンボンデ2004。とはいえ、部分的にはしっかりとした羽が残っており、従って、これらの羽にも飛翔をサポートする効果があったと考えられている。 ロングリッチ2006。また、アーケオプテリクスの配色に沿っては、大葉がパッチ状に分布している。これは、左右対称の硬い羽しかし飛翔に直接関与する羽ほど丈夫ではないで、原生の鳥類に見られる下葉に類似している。それ以外の部分に関しては、ベルリン標本に見られる羽の痕跡は、いわゆる、原子羽毛に限られ、これは恐竜であるシノサウロプテリクス。 サイナソーラプタークスに見られる構造とさほど違わな。標本のものはすでに分解が進んで、明瞭さを欠いているが、アーケオプテリクスが生きていた時には、羽というよりもむしろ毛皮のようなものであったと考えられる。この毛皮は保存状態の良い胴体から首にかけて見られる。クリスチャンセンボンゲ2004。一方で、頭部を含む首より上の部分に関しては、 羽毛があったという手がかりはない。近縁な恐竜類の状態の良い標本から類推するに、おそらくは頭部に羽毛はなかったであろうと考えられている。しかしながら、頭部の羽毛の喪失は化石化の過程で生じた後天的なものである可能性もある。主なアーケオプテリクスの化石は、アーケオプテリクスの死体が海を漂った後に、嫌気的環境の堆積物中取り込まれてできたと、 考えられている。化石の頭部や首、そしてビブは往々にして、下向きに曲がっている。これは、筋肉が主観した時の典型的な形状であるが、これは、死体が埋まった時にはすでに腐敗が始まっていたことを、示唆している。従って、皮膚はすでに軟化して失われていた可能性が高い。実際に、いくつかの標本では体積物中に羽根が、抜け落ちているものがある。 また、死体が浅い水場を漂っているうちに、頭部や主部の羽がすれて脱落し、強く結合しているビブの羽のみ残ったという意見も、ある、エルザンウスキー2002。なお最初に記載された羽の標本は、大きさや形状の特徴から、アーキプタークス以外の未発見の鳥類のものと、する説もある、グリフィス1996。アーケオプテリクスの風切り派は、 現在の鳥類と同様に、非対称で、お葉は、やや幅広になっている。したがって、主欲と尾翼愛応力を生じていたことが示唆される。しかしながら、当初のように、グライバーのように、単に滑空のための器官というよりは、主に急放熱のために備わっていたと考えられる。アーケオプテリクスが、骨太の胸骨や、胸筋の起点となる龍骨突起を書くことは、 アーケオプテリクスの飛翔能力がさほど高くなかったことを示唆している。しかし、胸筋は厚いブーメランのような形状の股骨や平板状のカラス拓骨、前カラス拓骨、もしくは軟骨様の胸骨に連結していた可能性もある。アーケオプテリクスにおいて肩甲骨、カラス拓骨、上腕骨の各部を連結する肩関節管が横を向いていることは、 アーケオプテリクスは翼を背面まで持ち上げられなかったことを示唆している。羽ばたき飛行が可能な原生の鳥類では、肩関節下は背側に向いており、打ち上げ、アップストローク時には翼を背面まで持ち上げている。したがって、アーケオプテリクスは、原生の鳥類と同じようには羽ばたけなかったであろうと考えられている。ただし、打ち下ろし、ダウンストロークのみによる、 補助の下で滑空を行っていたことは得られる。センター2006。アーケオプテリクスの翼は比較的大きいため、失速速度、ストールスピードは小さく、旋回半径も小さかったであろう。翼平面型は、翼腹が短く翼端が丸い、すなわちアスペクト比が小さいため、海鳥のような細長い、アスペクト比の大きな翼に比べると効力は大きい。しかしながら、 同時に、このような翼平面型は、寒木や茂みのような障害物の多い環境中を、飛行するのに向いていたとも考えられる。実際に、現代の地上でそういった場所に生息するカラスやキジは、同じような翼平面型をしている。また、脚部から生じる非対称の、後とは、ミクロラプトル、マイケラプターのような小型住脚類に見られるものに似ており、 空中での機動性向上に寄与していたと考えられている。ロングリッチ2006によってアトアに関する詳細な研究が初めてなされ、これがアーゲオプテリクスの有効翼の12%を占めることが示唆された。この脚部の羽が飛翔にどの程度貢献していたのかは定かでないが、主翼や微翼の補助として最大で失速速度を6%、 旋回半径を12%程度小さくすることができたと考えられている。R.L.Naz1&G.J.Dyke2010 によれば、アーケオプテリクス及びアナコトリは羽ばたいて飛ぶことはできず、滑空したという。2004年、アーケオプテリクスの頭蓋骨の CT スキャンが行われ、それによれば、アーケオプテリクスの脳は、主な恐竜よりもかなり大きく、 飛行に要する処理が可能であっただろうと結論付けられた。脳全体の再構築も行われ、視覚を司る部分が脳全体の1、3に達することも明らかとなった。他に飛行に再始発達すべき部分として、聴覚及び筋肉制御関係が挙げられる、ウィンター2004。CT スキャンによって内耳の構造も明らかとなったが、これは、爬虫類のそれよりも、 原生の鳥類のものに似ているという。これらの事実を合わせて考察すると、アーケオプテリクスは、気象に必要な鋭敏な聴覚と、空間認識能力、それに、姿勢制御能力を兼ね備えていたと考えられる。アルンソエアル 2004? アーケオプテリクスは、鳥類の起源と進化に関する議論において、重要な位置を占めている。研究者によっては、マージュなどによる鳥類が、 木の絵から滑空するタイプの動物から進化したという考えを受け、アーケオプテリクスを半樹上性の動物とみなす向きもある。他方では、アーケオプテリクスは地上を素早く失踪していたであろうと考え、サミュエル・ウェンデル・ウィリストン、低小の説である鳥類の飛翔が地面を走ることから、発達したことの傍証であると位置づける研究者もいる。さらには、アーケオプテリクスは、 現在のカラスのように木の枝と地上の双方を住処としていたとす意見もある。この意見は、形態形質に基づく考察としては、最優とされている。つまりアーケオプテリクスは、地上にも地上にも特化した生物ではないということで、ある。近年の知見に基づけば、エルザンウスキー2002に内説されるように、アーケオプテリクスは、 捕食者から逃れるべくより高い木へ移動するため、あるいは崖や木の頂上からより長い距離を飛行する目に、翼を使っていたと考えるのが妥当とされている。ただし、その後2005年に発見された状態の良い標本の分析によると、アーケオプテリクスの足は、現在の鳥類とは違いだ一種が他の指と対抗してないこと、すなわち枝を掴んで樹上に止まることが困難であることが、 判明しているメアエアル2005この事実はアーケオプテリクスが地上生活者であった可能性を支持しているアーケオプテリクスの化石標本は複数個が発掘されているがそれらの関係については問題が残る大部分の標本は各々が独自の種名を与えられているからである例えばベルリン標本はアーキルニツシエメンシーアイヒシュテッド標本は ジュラッペ・ターックス・リッカーバ、ミュンヘン標本は、アーキプターックス・ベベリカ、そして、ゾルンホーフェン標本には、ベルンホファー・グランディスの名が与えられている。近年、これらすべての標本を単一の種として扱う意見も提唱された、ニューサイエンティスト、17エープリル 2004p17。しかしながら、各標本はそれぞれに興味深い祭があることもまた、事実である。 特に、ミューンヘン、アイヒシュテット、ゾルンホーフェン、サーモポリスの4標本は、ロンドン、ベルリン、ハールレムのものとはサイズが異なり、指の長さの比率や鼻筋、歯の形状、胸骨の有無などの各所にも相違が見られる。これらの相違は、原生の鳥類において、異種の成長感に認められる際と同じ、もしくは、それよりも大きなものである。しかしこれらの際を、 同種の鳥における成長段階の違いとして説明することもまた可能なのである。これまでにアーケオプテリクスの骨格の化石は12個発見されている。いずれもドイツのゾルンホーフェン近郊の石灰岩、堆積物中から出土している。ソチョ鳥とアーケオプテリクスアーキプタークスリシグラフカのシノニムは混乱があった。少数の標本に対して 数十の学名が記載、出版されていた大部分は5期であるが、もともと A リシグラフカの名前は1860年に発見された一枚の羽に対してヘルマン・フォンマイヤーが命名したものである。1960年、学名アーキプタークスリシグラフカを短名する標本を羽の標本からロンドン標本へ正式に移すことをスウィントンが提案し、 翌年に動物命名報告再審議会、アイクスンは最初の骨格標本に対して与えられ反乱していた学名を廃し、アイクスン1961した。また、未知の抑留につけられていたアーキプターックスの名も後に廃され、アイクスン1977。この学名が、いわゆる始祖長のものとして整理された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。